さあ続いて、決勝トーナメント1試合目の2個目ですね、見ていきましょう。題する被害者の会ノエル3、題するさんと被害者の会ですね、失礼しました。題するノエル、おぼろノエル、団子ノエルのノエル3枚。題するは、下級が雑、コンボが安い、 3C カウンター確認ができていない、走り込まれすぎ、バイコナン、ここで2枚。さあ数の上では不利ですが、中の人は伊佐哲夫、合計ナイン、2人で37段。もう何が起きてるか全くわからないです。雲の上の話ですね。さあ完全に今大会のラスボス枠、このここで2枚をノエル3枚どうやって倒していくのか、まあ、個人的にはこのカード非常に楽しみなんですよね。僕自身ノエル使ってることもあって、どうなっていくかというところ。これは先にバースを使わされているのはここの絵、しかしここからでも十分戦えるのがこのキャラの非常に恐ろしいところ。ちょっとこれ崩れしまって落として、さあどうする、ガトリングから、さあバンカーラフキャンから、これは攻めけ、バンカーから亀足持っていって、これは 4D にイカスチ合わせていく、殺してロケット、さあスプートニックでフィニッシュ。まずはこれは伊佐さんですかね、伊佐ここの絵が選手、ただノエル側へバーストがあって、ここの側には全然バーストがないという状況、これをうまく使っていけば全然チャンスはあるはず。しかしこのジャンプビー非常に強いと、もっぱらの噂ですが、ペンペンと近寄ろうとしてバンカー固めて、雷、ここは 4D をしっかりジャンプ A、あたたたたで落としていく、このような多段のジャンプ A は非常に強いと思うんですよね。おっぴけ、タッチ B、ジャンシー、ジャンディー、2D、6B、5C、6B、ブルームトリガー、いつもの基礎コンで、かましい、持っていって、6C から6つ目、ピャーが通る、そしてここで、これはキャラゲンが入るキャラだった、へぇ、知らんかった、へぇ。しかしこれはアクティベートをうまいこと使って亀足抜かれたものの、まだまだダンゴドルが逃がさない、手からロケが使ってジャンプシー、なんかちょっと今ゲージ見てなかった感あったけど、さあこれは立ち回り、雷を置いて動きやすくしていくのはここの側、おわとんでもねえところから下級が押してくれ、重力使ってコモを突っ飛ばして気付けてバンカー、結構いいダメージが出ているぞ、カメラを置いて三振が長い、オプティックバレル突然の転移、目まぐるしく位置が入れ替わって2連覇を潰すような形の見えから、あたた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 、中段崩す、落ちてこの6ミシロ、結構減るのがノエルのいいところ、ジャプシが相変わらず強い、そして 6D か 6D 主導のこのボンボ、結構いいダメージと大きい攻めができるはず、ここでたまらずここでがバースト、これがキャップ、立ち見立ちオーバードライブ、しっかりつないでスプリングレード、まずはダンゴノエル先生、さあ下馬評覆返し、まず先制したのはノエル3、そして出てくるのは2番手、しかし大将出てくるのこれ哲夫さんの方かな、哲ここの絵かな、結局ここの絵19段、人間が悪さしないで到達できる段位の多分理論的に一番高いところにいますよね。さあまずは触ってるのはここの側、バンカーまでしっかり持ってって亀橋、この決め 4D はしっかり 3C でとどめていく、アクティ使ってコモ伸ばして重力、重力じゃない雷、バンカーもう一回雷、そして火の玉のおまけつき、重力なんて必要ねえ、これさえあれば勝てるんです、雷バンカー、もう一回火の玉中断、もう訳がわからない、あれれれれれ、
さあ、このラウンドは鉄国の絵が非常にいい感じで取っていきますが、このラウンドも開幕、ここの笑顔がインシューチューも取っている。ノエルがたまらず早い段階でバーストを使っていく。ジャンプ B がジャンプ C、 あ、強かったものを小森はいけない。さあこの拳性能の高さもここのやつ強さを支えている要因ですが、ジャンプ C エリアルができない。ジャンプ A から降りてきて、ここの笑顔渡しても攻める。しかりこれは素晴らしい。ジャンプ D 持っててアサルトする。これはダウンが取れる。どうさかな、そして刻んでここの絵が攻める。バンカーから吹っ飛ばして火の玉召喚。これで画面端持っていけるのか。立ち回りも申し分ない。これはゲージが溜まってスプートリクが出ない。まだゲージ残ってた 49% ぐらいですね。さあしかし何にはどうまで勝利したのはここで。さあ続いて出てくるのはこれはダイスルさんですかね、のノエル。まあ、ダイスルさんはおそらくこちら側押す側の人間だと勝手に僕は共感めいたものを感じているんですが、そうですね、ノエル使い押す側と押さない側に基本的に分かれるんですけど、多分ダイスルさんは押す側ですね。いや押すと押さない、押すのか綺麗なのか。さあ押していく。さあ強いぞ強いぞ強いぞ、この技強いぞ。やっぱノエルはここでなくっちゃ。うわー何が起きたんや、スーパードーン。さあ押す側の人間、押す側の人間って言ってたらダイスルさんまさかのボタン全部押しで大ピンチ。4つ押したらバーストが出ちゃった。バカ、これはゲージがあるからスプートニックに行くまで間違って、ああ出した。さあ合法セレナドオプティックバレルでなんとかこかせたいところですが、なかなかそう思いかない。さあ突然のここの上バリガーを駆使して距離を離して、これ立ち回り戻していく。うわ三振、ここは崩したい。冷静に見ていますね。しっかり距離を離して崩されないポイントまで距離を調整しているが、これは人間には見えません。突然飛んでくる18フレームはさすがにきついんじゃないですかね。さあ次のタクノリミからのブルームトリガー、押していく押していく、ミハイア連射から押していく押していく。エリアル、ここの絵結構体力削られていくが、ここからワンチャン、うますぎんだろ。よく見ている、アドリブも完璧な鉄道ゴールだが、この技が強い2014のヒットですからね。さあこれでリーチがかかっているダイスルノエル。さあボタンを押せばいいことあるのが、このキャラしっかり確認してロクシーバズル、非常に高いルート選択。そしてサイドに B ロクシーから運びもバッチリ、ブルームトリガーから落として、しかしかまやしい、なぜかノエルがご招待中段しっかり立って 4DA フェイタル、危ない。何が起きた、下段分敵を置いておく、アクティー落としてドン。このスカシャガだ、物理的にも見えません。状況は若干心得に傾いてきている。どうするどうする、カウンターされた、ここはしっかり拾っている。このバックステ読みが完璧、支配だ6時。これ小文字化の関係が繋がらず、オッピゲジャンプに。さあこれはあるのか、期待が高まる。2D フット